最後の冠は俺が取る。お前か、中華賞でーす。まず人気馬の紹介からお願いします。そんな簡単じゃない。そうなの。スターズオンアースは3冠かかってるってことで、全国の競馬ファン、もう楽しみにされてる方多いです。もちろんそうよ。はい。安城もルメール。安城もルメール。どうなんだろうね、このルメールは。もうどこでもいい、あの人は。手綱騒ぎは、彼が世界1位。はい。いいんだけど、やっぱね、馬が、いや、秋川家は怖いか。まあでもそうだね。まあその期待がかかる場面ではあるけどね。もちろん。足元不安。でもやっぱね、やっぱ最後追い出した時だと違うから勝ち切ってるわけじゃん。本当にそう。すごい鬼の末足というか、本当にそう。エンジンのかかり方、本当にそう。怖いけど、まあここで本命にしちゃったら美味しくないから、まあ YouTube だしね。そう、それもあるし、まあ3連携買う人は入れたら。そう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 、そういうこと、そういうこと。そこを避けて買えるような買い方でいこうかな。決してやっぱ出来が悪いわけじゃないはず。やっぱここに出てくるってことはね、ですね。はい、はい、次の人気馬。アートハウス。アートハウスだ。アートハウスはね、やっぱ前走、ローズステークスで馬券取らせてもらいました。ありがとうございます。お礼はね。お礼言える人になろう。そう。なんだけど、前走の時も言ったけど、中内野球車。開けたら開けただけ、パフォーマンス上げてきますから。おー。ここ開いてない。4ヶ月は欲しい。中。中 4?4 ヶ月欲しい。開くねー。そう。まあでも思うよね。確かにね。俺もそれは思うかも。そうです。前走ちょっと有利か。そうなの。一番いい形で進めた感は否めないか。いや、もちろん強かったんだよ。いいパフォーマンスしてくれた。でもここで本命にしちゃうとちょっと危ない感あるな。そうだね。不安材料がある馬ではあるわね。そう。ちょっと軽視。ベストではないかもしれない。ベストではないかもしれない。枠ね。まあできれば1枠入ってほしかったなっていう馬ではあるから。って思って、まあ外目に入っちゃったんで、まあここは切りかな。っていうことは、お願いします。7番スタニングローズ丸ライラック。なるほどね。スタニングローズでしょ。週刊賞。みんなこうステップを踏んでくるんですけれども、前走ジオンステークス組、オークス組。がやっぱ多い。中、こいつどっちも馬券になってる。なるほどね。っていうことは、2000m への適性はもうバッチリだし、力もあるわけですよ。そうだね。オークス2着で 2000m こなせる。じゃあもうここはもう、3着以内は硬いよ。なんか状況も動いてるっぽいです。ちょっと誰だっけ、騎手。酒井ですね。あ、俺が好きな騎手だ。忘れてたけどね。それも理由の一つ。坂井流星好きやね。今年いいしね。今年。先週もすげえ乗れてたイメージはあります。ちょっとね、G1 取っちゃうんじゃないの、ここで。これさ、何番手ぐらいにつけるんだろうね。ちょっと自在。前走はちょっと前目で進めて、ちょっと展開向いた感はあるんだけど。どうするんだろうね。それがちょっと気になる感じだよな。まあ枠ちょうど真ん中ぐらいだから、前いっぱい行きたいんだよね、みんな。そうなんだよね。それがあるわね。だからでも、行き過ぎなくても多分やれる。まあ無理にいかず前目につけるって一番坂井流星の得意な形に持っていくわけだから、前でやり合ってるのをちょうどその後ろで見ててほしいぐらいかも。そうだね。それが一番理想かもね。そうなの。アートハウスの後ろぐらいかぐらいがいいかもね。自信の本命かも。で2番手はライダック。これ前走スタニングローズとシオンステークス一緒に走ってるんだけど、スタニングローズはまあ1着だったもん。でもやっぱ展開ちょっと向いての1着だったかは否めないの。ライラックこれ3着なんだけど、もうすごい後ろから2番手ぐらいでレース進めてるの。スタニングローズは前から2番手、ちょっと前有利だったようなイメージがあります。そう、12着はもう前で残った馬。サウンドビバチあれ。そう、2着。そうそう。ああ、だからサウンドビバチもちょっとね、ライラックと迷った。まあでも確かにね、恩恵受けてる2頭ではある。そうなの。でライラックは後ろ2番手から最後もうぶっ刺して、ちょっとね寄れながらだったんだけどね、いい末脚だったよ。確かに反応は鋭かった気がします。すごかった。馬強いから、ここ見る子もチャンスだよって。なるほどね。思ってこの2頭で。枠はどうなんだろうね。枠はね、ライラックはちょっと逆がいいよな。逆がいいかもな。逆がいいなって思っちゃうな。まあなと思うけど、まあ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 土曜日の傾向にもいいと。相当有利だったらサウンドビバーチ行ってもいいかもしれないし。ああ、なるほど。まあ今のところこれで、はい、僕いきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。西、はい、いきます。いっちゃってプシュシュカンプシュ。とうとう来たな、この時が。この世代最強馬ナミューズだ。突撃です。ナミューズだね、はい、じいちゃんの形見印です。じいちゃんの形見印です。うざいね、その印。星4つです、今回は。通信中だ。はい、通信中です。ナミューズオース、うん、見ました。どう思った？刺してきたね、そのからね。俺、それよりもジュベナイルがやっぱね、ジュベナイル俺すごいなと思って。本当にそう。やっぱりね、まだね、ナミュールを諦めきれてない人って5億人いるからがゆえの2番人。やっぱり赤松賞、もうあそこから俺はもうこの馬だと、世代最強この馬だともう決めてやってきたんで、ここで三冠馬飛ばせないよ。なるほど。阻止するのは誰が一番強いのって分からす時がとうとう来たなというところであります。こいつね、本当にね、まあ出遅れたり、そうなんだよ。道選びが本当に合わなかったり、たけしもね、去年に比べてどうなんだと思ってる人いるかもしれないんですけど、これね、今リーディング2位でしたし、意外。はい、これ意外だよね。なんです。正直ここで頭で来なかったら、これ波を諦める。ここで諦める。これ最後のチャンスだ。これはね、勝てると思う。マジで。次、男印ですね。うざい印。男印。これ穴ですね。あ、それ穴だ。穴で。まあ一応ちょっと、まあ、褒めと穴で、ちょっとあげれたらなと。いいね。エグランタイン。エグランタインだ。これローズステークスね、シンさん。そう、お世話になったんですよ。まあちょっと、もうちょっと反応できてもよかったのかなっていうイメージはあるんだよ。そうなの。あのレース。で、俺の時は全くノーマークだったんだけど、それでもやっぱ芝居は確実に伸びてると。まあね。と叩き入れて、これがどう出るのかわからない。でも上積みあるんじゃないかなと思いました。で、あのレースを経験したことで、ちゃんと伸びるんだっていうのがね、もうみんな分かってるはずだから、もっと満つのかなと思ったよ。そうかそうかそうか。全然やっぱ、この人気だったら別に、そう。そんな感じじゃなくないって俺は思うわけ。調教動いてんのよ。そうでしょ？もうちょっと人気してもいいなって思ってたから、ちょっと見てなかったんだけど、この人気だったらそれは行くよ。なるほどね。3着以内にもしかしたら届くかな。まあまあそうだね。感じなんだけど、最後末足勝負になっても、ナミュールが勝っちゃうのよ。ああ、末足勝負ね。その次に強いのが俺スターズマンスターと思ってる。なんだけど、その次に強いのは多分こいつ。エグランタイン。エグランタイン。いいかも。はい。あとはちょっと土曜日の傾向を見て、それはねにはなります。もし何かずっと前残りとかあろうことが起こり始めたら、それこそサウンドリバーチも出てくるだろうしね。そうだよね。それだけは見た方がいいな。ちょっとそれを見て最終決めたいと思いますが、それはオープンチャットやツイッターなどね、やってもらえれば概要欄に貼っておきますので。で、ここから G1 が始まります。はい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 、まあちょっとやるかと。有馬記念まで。はいはい、全何戦あるのかちょっとわかんないですけど、ちょっと数えておきます。はい、全何戦あるかわかりませんが、返し道勝負。俺とお前と馬たちでやってみましょう。どっちが一番ロマンのこの返し道勝負っていうのは、結局最終的に勝った馬券で行います。だからここでいくら本命出してて当たっても、それ当日買ってなかったといいんで。そうだよね。で、まあ有馬記念まで行って、回収率が高い方が勝ちと。はいはい。で、負けた方には罰ゲームを用意しますと。罰ゲームは今度配信などで決めますと。今用意してるのだと滝行などがありますと。そうだね。正月に滝行しましょうと。なんで、まあその回収率もね、レースのリアクション動画のところに、ああ、そうだね。載せようかなと。マイレース入れようかなと思ってます。コメント欄にね、ぜひどっち応援してます。西応援してます。いや、そんなの。いや、西が勝ってほしいです。西が勝つために、やります。今回はちょうどよくね、本命も割れてる、割れてよかったね。まあちょっと負けないよと。皆さんも本命、この馬は絶対買っといた方がいいなどなどあったらコメントにぜひ書いて教えてください。本当に教えてください。はい、というのと、チャンネル登録、もう少しで1300人、果ては2000人とすごいいうところに目指してます。再生回数が常に1万回回らないと YouTube で食っていけないです。ちょっときついゴミ。チャンネル登録して、対応通知をオンにしていただけると。日曜日、お楽しみに。よし。